すごい、ドームやドーム。何？コンサート？おお、びっくりした。本リアクターにはアロマからのメッセージが記録されています。おお、やっぱりなんかメッセージがあったんや。あんたに一つプレゼントを用意したわ。変わった思考だけど受け取ってくれる？変わった思考とは？以上です。え？以上？あなたを誘導する存在を感知しました。センタービルに地下2階に向かってください。誘導する存在を感知しましたってなんか怖いな。ほい、ということでもうなんか一通り喋った気がするけど、はい、ということでまた続きからやっていきたいと思います。んで、なんだ、地下2階に来いって言ったね。ブーン、地下2階エレベーターが動いている、利用しますか？地下2階ってどうやって行ったらいいん？これ地下1階から行けるん？それともこっち側？なんか違う？あ、人がおった、さっき。新鮮ね。エレベーターが動いている、利用しますか？いや、29階に来ましたけども。ちょっと待って。利用しますよ。待って、地下2階ってどうやって行くんね。最近、このビルの地下2階の存在が調査によって確認されたんだ。近いうちに野上らたちと詳しく調べに行くつもりだけど、興味があるならあんたが先に行ってみてくれないか？どうやって行くの？あれかな？一旦地下1階に行くんかな？そこからなんかさらに行ける階段があるとかかな？じゃあ地下1階にまずは行ってみます。おー、すげえ、いっぱい。てかちょっと待って、こんな狭い範囲やったらちょっと歩いた方がいいかも。新たに、おー、ちょっと待って。見えなかったじゃねえか。へいへい。新たに発見された地下2階ですか？何があるんでしょうね。喋り方。まあ、私の読み方やけどね。ほいほい、みんなはね、地下2階は？本当に仕掛けの多いビルよね。アルマの趣味なのかしら。さあ、てか男かと思ったわ。地下2階はアルマの旅立ちと時を同じくして解放されたらしいぜ。あ、それが贈り物ってことやけん？どの辺にあるんだよ、地下2階。まだ詳しくは調べてないんだけど、このビルの地下2階が発見されたんだちょ。あゆな、安全確認のためにちょっと先に見てくれないかちょ。安全確認を私にさせるのか？ディスクマシンはずっと自由にしていいとキングが言っていたっちゃ。なるほど、ありがたい。あ、エナーテいるじゃん。エナーテだっけ？レナーテだわ。あゆな、あなたのリアクターに今反応があったようだけど、アルマの残したものが地下に？それは、私も見てみたいわ。このエレベーターは、ビルの地下2階につながっているみたい。行ってみましょう。なるほど、こっちか。行こう行こう。エレベーターが動いている。利用しますか。ほい。お、ここがセンタービル地下2階。え、何があるの？これは何？あ、てか地下2階もなんか街みたいになっとんかな。え、てか不気味なんすけど、ちょっと。モンスターが出そう。そんなことはないか。う、なんだなんだなんだ。ここ何？てか、レナーテは？お、眩しい。どうしたどうした、外？おー。え、なにこれ、なんかスタジアム。あ、すごい、ドームや、ドーム。かっこいい。なに、コンサート？なんなの、この場所は。格闘場のようだけど、どうしてここに？格闘場か。これをアロマが？どういうつもりなの？彼女らしいといえばらしいのだけど。あれ？ってか外ってここ地下2階だよね。すげえな、なんか。あいな、調べてみましょう。こっからでは様子がよくわからないわ。なるほど。中心にバトリオのステージがあるみたい。あそこまで行ってみましょう。てかなんかめっちゃ色々飛び寄ったことない？立派な客席ね。お客さんがたくさん入れそうだわ。こんなに人おるんかな。お、ようこそモンスターバトルグランプリへ。誰？この足はこの足はって、足でわかるの気持ち悪いよね。でもアロマさ、なんか何気にちょっと破れた感じのタイツ履いとるやん。まあ、多分そういうデザインなんやろうけど。あ、アロマ、どうしてここに？旅だったはずでは。いや、どう見ても映像だったよ。なんかビラビラなってんじゃん。私はアロマ本人じゃないわ。このモンスター闘技場、ん？このモンスター格闘場の案内役、アロマ2号よ。
アロマ2号。アロマ2号。そうか、AI ね。テレジアのような。モンスターバトルグランプリは、あんたの残したアロマからの挑戦状。最強のモンスターマスターを目指して勝ち抜いてみせなさい、アユナ。なんだよ、それ。第二のストーリーのような。まさかこんなおびき、おきみえ、まさかこんなおきみやげを残していたなんて、驚いたわ。でも、派手好みのアロマらしい。ちゃんと読めよ、私。おぉ、これが噂に聞いたモンスターバトルグランプリ。モンスターマスターたちの晴れ舞台。あんたも出るのかちょ、アユナ。それはちょっとわからないな。昔、故郷の星にいた頃は、定期的に開かれていた大会なのよね。まさかこんな宇宙の果てで復活するなんて予想もしてなかったわ。故郷の星ってさ、アロマと同じとこかな、もしかして。一緒に帰らんでよかったん？うわ、なんかすげえ、なんか真ん中に人が立っとる。え、人かな？のちょーらかな？ちょっとよくわからんけど。客席の方は？誰もいない。じゃあちょっと、どこから行くんだ、これ。あー、落ちた。怖っ。え、これはあれかい？この空中ライドでしか行けないということかな？うわー、すげーな、かっこいいよ。見てこれ。超かっこよくないですか？ほらほらほら。いやー、なんか日が暮れてきた気がする。気のせいかな。あ、真ん中におるのはアロマか。誰がいらっしゃるのかと思ったよ。ほい。よく来たわね、アイナ。この場所こそ、モンスターマスターたちの夢の舞台、モンスター格闘場。ここでは一日一回、素敵なゲストを迎えて、あんた戦ってもらうイベントバトルと、イベントバトル、素敵なゲスト、なんだそれ。いつでも制限なくこっちが用意した相手に、どれだけ連勝できるか試す勝ち抜きバトル。この二つのバトルに、無料で挑戦できるってわけよ。さあ、ここでおじけづくあんたじゃないよ、ん？ここでおじけづくあんたじゃないわよね、あゆな。もちろん。お、じゃあ、イベントバトル。イベントバトルを開始しますか。ほい、やってみよう。ふふん、いい返事じゃない。それじゃあそこでちょっと待ってなさい。で、いきなりアロマ出てくるんやろ。違うか。誰よ。なんかあれじゃない、モリーが出てきそうな雰囲気。雰囲気だけ。さーて皆さんお待ちかね。格闘場名物、イベントバトルの始まりよ。まずは皆さんご存知、我らがヒーロー、モンスターマスター、アユナー。イエーイ。派手に紹介されて恥ずかしいけど観客席誰もいない。そして対するは、逃げ足ならば誰も負けない、暴食からも逃げ延びたサバイバー。それはいいことか。のちょりーん。おお。お前を見ているうちにオイラもマスターをやってみたくなって、密かに修行しまくってこの格闘場に立つ資格を得たっちょ。すごいね。さあ、修行の成果を全部お前にぶつけさせてもらうっちょ。それではイベントバトル第1戦、レディーゴー。これが相手のモンスター？超可愛いんですけど、みんな。え、私のモンスター、私のモンスターいつも通りでしょ。オートモードを解放しました。戦闘をオートで進められます。通常2倍速、オートの戦闘速度は R ボタンで切り替えます。なるほど、まあ、いつも通りでいいかな。おい、しかもプリズニアに乗っとる。超可愛いんですけど。もう、ちっちゃいのチョーラ族がプリズニアに乗るとか、何何その萌え要素。いや、あんな可愛い子たちをさ、こんな悪役がのすとかさ、もう超なんか、なんていうん、罪悪感とか言いながらやられたらめっちゃダサいけどね。めっちゃダサいけどね。とりあえずみんな頑張れ。え、これ勝ったらなんかもらえるんかな、アイテムとか。アイテムとかアイテムとか。アイテムしかない。え、でもあれや、思ったよりはなんかすごく耐えられてるんだけど。もっと、バシーンっていけるかと思ったんやけどさ。最初の戦う相手にしては、強いんじゃないの？体力が多いんかな？ほらほら、ドラキーがあんだけ耐えるってさ。え、こんな可愛い子たちをどんだけ育ててんの？ほらほら、ミスするし。可愛くってここまで強かったらすごい最強だよね。
ほら、うちのモンスターたちにあれだけのダメージを与えれるって。この見た目で。人は見た目で判断できんと言うけど、モンスターも見た目で判断できんね。お、やっと一匹。ジゴスパーク。みんな超耐える。頑張れ。みんな頑張ってくれ。え、もしかして自分だけ体力なくなるよ。さっきからさ、2匹とも全然回復できてないのに、自分だけ回復しようか。自分の回復にベホマズンって、マジックポイント使いすぎでしょ。まあ、自動回復するけどさ。え、やば、ドラキーだけやん、まだ。え、どんだけですか。最強、最強なんだけど。頑張ってよ。いやー、かわいいね。癒されるね。もう視覚に、視覚で癒されるね。うちの子たち見てよ。癒されないよ。癒されないよ、あれ。もうめっちゃ威嚇するからね。ほらほらほら、不敵に空中に浮いてるし。それは関係ないか。ドラキーも不敵に空中に浮いてたわ。え、強いよ。一回戦でこれって、これからどんどん強くなっていくんやろ、多分。やばいね。おっしゃー。いいよ。もうバンバン出しちゃえよ、攻撃。999ってなったら絶対倒せるけど、あと一匹。ちょうどバトルライドしとるプリズニアを残しとるわけやね。あ、消せたかと思ったのに。これで。おっしゃー。相手のモンスターが落下した。まあ、落下というかこっちの勝利。イエーイ。まあ、勝って当然な見た目なんやけどね。勝負あり。勝者は、アユナ。皆さん彼に惜しみない拍手を。皆さんっていうのは誰だろうか。ガラーンとしてんだけど。悲しくなる。絶対これ、完成後から足しとるやろ。負けちゃったっちょ。まだまだお前の背中は遠いようだっちょ。でもお前にはオイラの目標として強くあってほしいからこれでいいっちょ。そうだ、こいつをお前にやるっちょ。こいつを使ってもっと強くなってくれっちょ。なになに？アイナはノチュリンから光あふれる地のマップをもらった。おー、ディスクもらったよ、マップディスク。オイラまた修行するっちょ。またお前戦うその日が来るまで。いいね、なんか、戦友って感じ。やるわね、アイナ。見応えのある勝負だったわ。剣刀を叩いて、ご褒美をプレゼントするわ。お、相手から以外にも、アロマからももらえるんや。アロマ2号からも。ブロンズコインを3枚と、シルバーコインを2枚。そして、ゴールドコイン1枚をもらった。次のイベントバトルに参加できるのは、明日の午前0時を過ぎてからになるわ。それじゃあ、お疲れ様。次に戦いまでしっかり休みなさい。なるほど。ということらしいよ。はい。ということで。あれ？レナーテはどこに？あっこか。ほら、観客とか全然おらんやん。何さっきの、うおーってやつ。この門の中からみんな出てきたんかな？私もこっから登場した、ちゃんと。すごいよー。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いや、なんかまだまだ楽しみがありそうで、すごいね、やり込み要素。